で、歯医者をやって、で、最終目標は神木村に帰ることだもんね。でも切って。あー、ごめん雨降っちゃったらどうしよう。てるてる坊主を切ってしまって。よしよし。行商人さん、聞いてください。いや、なんだかこの村にも活気が戻ったね。初神宮の大風車も回り始めたし、これはまた参拝客が集まるかな。こっちも商売に気合い入れていこうかね。ワンコ、今なら笑顔大サービスだよスマイルください。売ってる？スマイル売ってるあ、スマイル売ってない手袋はまだ結構あるから大丈夫。よし、じゃあセーブしていこう。じゃあどうしようかな、またちょっと回りながら帰るか。時間かかっちゃうけど、手配書もやりながら。まだ関所の方とかはいけないしね、多分。なんか炎系の何かが必要なんだと思う、あのフェニックスの。だから神木村に行かなきゃいけないから。よし、じゃあ戻りながらいろいろやります。あ、こう待ってる。進行帳いただき。あ、そういえばここもできるよね。やっていこう。できる。危ない危ない。そこ届くか。ふっ、届かない。え、あれいけるか。いけ、よいしょ。ふっ、いけた。できる。ほら、危ない変な声出たぜ。あ、黄金の桃。あ、胃袋を一瞬にしてみた。よしよし、桃ゲッ。結構難しいぞ、これ苦手あの幅を見るのがね難しい。よしよし、いくぜ。あ、これ咲かせてなかったわ。咲いた。あ、あとあれ、これいけんじゃない。あ、出てる出てる。どう、キツネも飛んでく、キツネが飛んでくちょっと待ってね。あ、これも咲かせられるわ。よしよし。あ、喜んでるお花咲かせたら。そしてどう、出た、ふわっと出たよ。お宝が足に会いたい一心でその在りかを表したんだ。お宝よ、そこまでして足のことを。ふんふん、何が出た。穴。この下に静かに眠っているまだ見ぬお宝よ。足が、このビンゴが必ず掘り出してやるからねダウジングかな。発掘やビンゴ。なんだいワンちゃん、君も発掘のロマンに見せられたのかい。キツネが映ってるか。かわいいよし、わかった、明日と一緒に怒涛のお宝掘りに挑戦しよう。あ、お宝掘り挑戦する。威勢がいいねワンちゃん、お前の爪にお宝探しの命運がかかってるから頼んだよ。さて、それじゃあまずはお宝探しのルールを説明しようか。お宝は振り子水晶が示す通り、この穴の一番奥に眠っているはずさ。足は振り子水晶の導きに従ってどんどん歩いていくから、ワンちゃんはその爪で掘り進んで足の道を作ってくれないかな。もしも振り子水晶が激しく動いたら、そこがお宝の在りかだ。あとはワンちゃんがそのお宝を掘り出すだけさ。どうだ、簡単な話だろ、説明が。分かった、それじゃあ足とワンちゃんの気ままなお宝掘り一丁返しといこうかね。ほほ、どんな感じ。これ知ってるあれだぞ、竹取りの翁とやったぞ。ちょっと待って待って、そっち行かない。ここを掘る、じゃあここを掘る、ここ掘る、あ、そっち行かない、ここ掘る。それで、あ、これ切れる、あ、違う、で、そっち行かない、あー、そっち行かないあ、あれがなくなっちゃったのか。待て待て待て、よしよし、これ咲かせる。ほんでこれ一線で、頭突き、これ咲かせる。
はい。で、これ掘る。それで、で、一線。続き。え、ここ掘れんの？あ、掘れない、掘れない。あれ、ダメ？これダメかな？これ積んじゃったってこと？これ壊せないもんね。メニュー。あ、最初からやり直す。できる。ルートが良くないね。ただちょっと待って。こっち行くじゃん？走んない走んない。いや、違う違う。誰がそっち行って言った？探すじゃん。これ一線。あ、違う。で、これ探せる。こっち行かないとか。よし。続き。それで、探せる。あっちは？おいでおいで。最下層にあるんだね、多分。ここはでも。はい。ここ掘っててみるか。そこは大丈夫なんだよね。続き。ここら辺にある？ないか、こっちだな。そこ。しまった、落とすべきじゃなかったか。あっち側だな。じゃあね、見てこよう。ここで切って。どこまであんだ、これ。ここ通って、書いて、それでだ。こっちだな。はい。はい。はい。こっちだな。ここら辺のどっかにあるかな。めちゃくちゃこれ難しいんだけど。まずこれ咲かせるじゃん。走んない走んない。戻って。あ、違う違う。これで、はいはい。で、続き、これ。で、続きで、これで花開かせて、はい。もうちょっと来たら、これ。あ、違う。ここまで上げる。よしよし、上がれ上がれ。そして、咲かせる。で、掘る。そして、いて。やばいやばい。ワンコが。はい。で、続き。来てる？まあ、いい。続き。それでだ。これがいけるか。めっちゃ難しい、これ。待て待て。はい。いけ。開ける。で、続き。で、掘る。え、やばい。じゃあ！戻ってきて。よし。そして、これを開ける。はい。あ、いやいやいや、余計でこすんだ。もうここ降りるしかないな。ちょっと戻ってきて。
じゃ、次。次。はい。次。これいけんな。じゃじゃ。ここに置ける？よしよし。いけるいける。やばいやばいやばい。起きる。どっかにない？どっかにない？よし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 。ええやー！危ない。ギリギリの戦い。端っこにあったね、やっぱ。めっちゃ難しかった。うえ。お、お宝が、あっしが探し求めたお宝が、ついにこの手に。で、なにこれ、なんだかよくわからないものを掘り当てちゃったな。もしかして、あっしの水晶さばきがなまっちまったっていうの？違う、あっしはとんでもないものを発掘してしまったんだ。ワンちゃん、お前の穴掘りの才能をね。あ、そういうこと？お前の掘りっぷりはお宝発掘屋として称賛に値するものだったよ。ワンちゃんの穴掘りに対する飽くなき情熱、そいつをいつまでも忘れないでくれよ。じゃあ約束の証にこのガラクタをワンちゃんにあげよう。あ、太陽のかけら、やった。あっしも負けてられない発掘屋として日々精進するよ。ほほう。あ、ここで遊べるのかな。何を掘り当てるかが問題なんじゃない、どう掘り当てるかが問題なんだよね。あ、これだけか。ありがとう。よし。めっちゃキツネが鳴いてるけど、あれ、これはここ開けたらこれ関係あるのかと思ったんだけど、ちょ、もう一回。ん、なんか今緑の出たね。あ、これ風？これ出るよね。違う。ここら辺来るとブルッとするんだけど、でもまだできないかな。いろいろやったけどダメだから諦めるか。あ、出た。積年の恨み、解禁魚が現れた。刺さってる。おっと、ここでも浜屋の刺さった妖怪のお出ましかよ。あの矢は誰かの恨みを買ってる目印だ。あいつだけは絶対に逃がすんじゃねえぞ。お任せください。ちょっと待って、まず君から届かない。よし、いけるいける。やばい、爆発される。おお、よし、責任の恨み解禁魚打ち取ったり。よしよし、これで一匹。端っこからしらみつぶしていこう。うん、思った通り、今の野郎は欠板状の敵妖怪じゃねえか。たまたま見つけたようなもんだけど、とにかくこりゃ儲け問題。早速お前が持ってる欠板状から退治した野郎の名前をスパッと消しちまおうぜ。さあ、これがさっきの野郎の顔が描かれた面相書き台。面相書き全部同じだけどね。お前の手柄なんだから自分の筆で名前を消しな。積年の恨み解禁魚。よし、あと1、2、3、4匹。この調子だと全部の名前を消すのもすぐじゃねえか。叩き妖怪どもを片付けて、あのお姉さんのところに、行ったらなんかご褒美でももらえるかもな。よしよし、お任せください。じゃあ倒していこう。あ、ここ埋まってる。なんかほぼ出てない。よし、真骨頂いただき。あ、スズメのお宿来てみた。これトン、何入ってる。あ、はぐれ玉やったぜ。いただき。あ、お食事中申し訳ございません。お食事いただいていきます。それにしてもこの宿にいると気持ちが和むね。おっと、商売商売、お買い物のお使いならここでどうぞ。していこう。まあ特にでもいらないかな。よし、お邪魔しました。あ、ネズミいる。あげるよ。こんなところに、結構いろんなところにいたね。あ、今夜だからかな、ネズミ出てきたの。
と、いろいろ見てこよ。あ、光ってる。お、やったぜ。いただき、漆器セット。やっぱ夜にも来るべきだね。あとはないかな。あ、光ってる。ほりほり。よしよし。あ、はぐれ玉、やった。いただき。あ、こっちも。よしよし。やっぱ夜ちゃんと調べよう。あ、黄金の桃。いただき。あ、捕らえた。あげよう。そう、元気。あ、大きな。あ、かぐや。ふにゃ、また昔を思い出しちゃった。こうやって夜空の月を見上げていると悲しい気分になるのよね。あ、もう帰っちゃったから。かぐやも月を見上げるのが好きだったね。ふにゃ、また昔を思い出しちゃった。かぐやって誰だ？でも、竹じいさん、本当に悲しそうな顔だぜ。出てくるかな？またそれ系のお話が。かぐや姫ね。お、出た。誰だ？バッソンまで呪いし悪魚。よしよし、やってやんで。これ落としてやれたか。あ、これは出ないかな。あ、まだ生きてる。やばいやばい、爆発される。よし、バッソンまで呪いし悪魚倒したり。よしよし、お金も貯まってきたね。オッケー。また敵妖怪をぶっ倒したな。それじゃあ例の儀式行ってみようぜ。これバッソンまで呪いし悪魚、あと3つなかなかどこにいるかわかんないからね。とりあえず戦っている、いろんなところで。お、出た。誰だ？許すまじ、死での羽衣が現れた。よしよし、やってやんぜ。ここをして、よいしょ。ほら、よしよし、やったぜ。倒した。シデの羽衣ね。死んだ？もしもし、いいよ。あと2匹。あとどこにいる？だいぶ戦ってるよ。これ。あとはニックキデメ金魚と腹渡に繰り返るね。オッケー。あ、この泡、これ違うのかな？できないもんね。パスでもなく。なんだっけ。こう。違う。あ、切れる。か？あ、玉出てきた。やったぜ。え、何でなった？今切ったから、ハスの花を切ったから。いや、これあれだな、水の、あ、水のやつを横に引いたからかな。横にも引けてんね。わからん。まだ出てるけど、プクプク。あれは消えないの？ならないね。え、どっから出た？これとは関係ないとこから出た今。わからぬ。まあいい。あ、これのここも消せるね。これあるから。ほら。あー、燃える。ください。あ、はぐれ玉。あ、急に手に入るようになってきた。ちょっと待って、今何個持ってる？あ、最近読んでなかったね。酒の力を借りてね。神木村へ帰ろう。
で、新しいの。あ、赤兜。100年間、神風をめぐって、風神宮の宮司と争っていた高宮平の妖怪の首領。その名にふさわしく、甲冑を身にまとい、自分の背丈ほどある刀を携える。甲冑の下には、たけだけしい炎とともに、その本体が隠されている。まずは、甲冑を壊すなり、外すなりしなければ、その本体を見ることはかなわない。それでも燃え盛る炎ゆえ、波のものでは近寄ることさえかなわないだろう。神風が吹き下ろす間のみ、炎が消え、真の姿を表すという。中身だね。よしよし。こっちの方が倒しやすかったね、この女郎雲より。怖いからここにいてほしくないんだけど。入ってる。あと骨董品図鑑。干支の置物、う。ふんふん。俊敏なうを模した癒される一品。かわいいね。あとは、あ、これ真珠ね。これ高そう。まだまだでもあるね。あ、はぐれ玉。どれぐらい？あー、でも全然抜けてんね。1、2、3、99個あんのか。いや、なかなかこれ全部集めるの大変だな。いや、でもやれることはやっていこう。ここはまだだもんね、多分。硬すぎてダメだしね。重さ上げたっけ？上げたね。あ、お、埋まってる？これもう出てない？よし。いただき。はいよ。よし、続き。探していこう。あ、夜にしなきゃ。あ、出た。誰？ニックキデメ金魚。はいよ。よしよし。落として。やってやんよ。やってやんよ。よいしょ。倒した。あ、倒してない。金魚倒してない。いいよ。やったぜ。そんな強くはないよね。ちょっとヒットポイント高いかなぐらいかな。普通の金魚より。よしよし。お金貯まってきた。行くぜ。あと1匹か。この辺にいてくれればいいけど。ニックキデメ金魚。腹綿にえくり返る羽悪魔ね。強そう。よし、行くぜ。あ、ここもある。あ、これ忘れてんな。どっかにもあったな。よしよし。いただき。お、来た。最後の一匹。入り口んとこにいたぞ。よしよし。花畑にえ帰る。にえ帰る、なんだっけ？悪魔金魚？やれるやれる。よし。羽悪魔か。やったぜ。これで全部揃った。お金がすごい溜まってきた。ずっと戦ってたから結局全部と戦ったような気がする。この地域にいたやつらを。よしよし。はいよ。これでラストじゃ。なんだい、興奮して震えてるのかい。左から右へ横にまっすぐツイッとせよ。線を引いて消すんだよ。すみませんね、手がぶれてきて。はい、よし、揃った。お、これでこの欠板状の名前がきれいさっぱり消えたじゃねえか。これはあのお姉さんに届けてやったらきっと喜ぶぜ。それからご褒美をたんまり。ふふふふふ。よしよし、いただこう。あ、そういえば新しい武器使ってなかったな。ちょっと使ってみるか。これね、生命の輝きが放ぜられたマガ玉。みなぎる命の力で悪しきものを断つ。これちょっと使ってみるか。どんな感じだろう。来てみろよ。ほら。あ、どう？強い。強いかな？あ、なんか出る。かっこいい。あ、これはね、この風のやつで、このカラス天狗は出る。どうだ？よし。あ、まだ生きてる。
やってしまった。結構やっぱあのマガ玉はリーチが長いよね。コンボが稼げるし。ほほー、これもいいね。ただ今はこっちの方が使い慣れてるからこれで。おーし、あ、じゃあはるかちゃんとか持ってってあげよう。あ、ここにもあったこれね。はよ。あれ、ここにいた。なんだこれ。あ、いいのだった。これこれこれ、ずれてる。よし、いただき、あ、サンゴ。よしよし、あとどっかにあったかな、もう思い出せない。あ、ここにもあったわ。やっていこう。あ、あと道場のとこにもあったな。あ、あれはこれか、あの燃えてるやつ。あ、でも風でなんとかなるか。よし、はぐれ玉。よしよし、とりあえず戻ろう。よし、来たぜ。はるかちゃん倒してきました。あら、ちびーたまちゃん、久しぶり。無事な顔が見られてよかったわ。はるかの仇討ち欠板状を見せた。嘘。欠板状の敵の名前が全部消されてるじゃないの。そういえばいつの間にか胸がすっきりして晴れ晴れした気分だわ。本当にちびたまちゃんが仇討ちを果たしてくれたのね。うす、嬉しい。本当に何て言ったらいいのか。お礼をするって約束したけど、今の私にはこんなものしかないわ。あ、小金との子もらった。あ、このなんだっけ、あのなんだっけ、敵討伐クエストみたいなやつは必ずそれがもらえるのかな。前もそうだよね、あの神主さんがくれたのこれだもんね。仇討ちをしてもらったのに大したお礼もできなくてごめんね。でも夫が大切にしていたものなの、大切に使ってね。ありがとう。もう大丈夫？仇討ちをしてもらったのに大したお礼もできなくてごめんね。それじゃあちみたまちゃんと白ワンちゃん、旅の道中気をつけて。私ももう少し強くなれるよう、今度は修行の旅に出るから。あ、あんまり無理すんだよ。大丈夫、お家でおとなしくしてた方がいいんじゃないの。でももう仇討ちしたから大丈夫かな。不運も消えて幸せになれるさ。頑張ってね。どっかで会えるかな、また。よし、じゃあ村帰るか。神木村まで行こう。あ、よし、ここ使っていこう。これでこれを使って流される、まるでトイレのように。新州平原まで。あ、ついでにあれだね、修行してこよう。よし、出た。ん？なんだい、今にも雨が降り出しそうな空じゃねえか。嵐でも来るのかよ。どんよりしちゃったね。まずい雰囲気。暗いね。あ、今朝だったよね。やばいやばい、世界が闇に包まれてしまう。これなんだ。こいつは体を鍛えるための道具だぜ。使い込まれてズタボロだ。年季を感じるぜ。あ、これできる。あ、いける。よしよし、ありがてえ。いただいていこう。神々の守り、神の息吹がかかったお守り。神格を最高にすることができる。あ、満タンってことね。神格を緑にできるね。あとは大丈夫。